横浜 F マリノス対京都サンガ FC5 チャンネル実況スレまとめ。5分ロペスがチェイシングでボールを奪い、グラウンダーのクロスパーでコータが合わせて先制。来たって来たー来た、同じって人って人ってのコータ来たって水沼WW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 
コータ活躍したヤン W 手のひらくるくるきた結果出したぜ。良いパスだったのはロペスが 1A。 コータ落ち着いてたな。なんだかんだで結果は出す。コータさすがだな。 W 水沼これで乗ってくるといいな。ロペスのゴールだな。ほぼ気持ちいい。ロペスナイス。アンロペがこんなに勤勉にプレーしてくれるなんて。ロペスナイス。そのパスしてくれるともっと点取れるぞ。相手のミスを確実に決めたのはいいね。京都スレの反応うっそー。 WWW やっちまった。ある意味さすがやわ。あらららしょうもな。ボール返す必要なかったじゃん。せっかく良い立ち上がりだったのにさ。あらん。バリノス相手にこんな簡単に失点されちゃうとのは。ハップンエグアルドのパスで上中が抜け出し後ろから倒した相手にレッドカード。ドグソークルー一発キムチ赤きた。あらら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 草奥っぽいけどどうなんだ。朝日倒されたノグソか。いいですね。エオフじゃないのか。上中いつの間に現れたんだ。 W おーナイス上中。おーオフない。上中頭いいのは。オンだこれは。ドグソワーフウェイ内去年のお返しや。これアピの採点やばそう。ちぎれないと思ってコース変えてもらいに行ったな。上中の裏抜けすげえ。あえて退場誘ったな。作詞か。 W 治療後即現れて裏抜けレッド誘発って忍者だろ。 W 後ろから押し倒したらエリア内でも30罰だった。オフは全くない。ハーフラインの1メートルくらい前だった。京都スレの反応。あららもうボロボロかよ。どっからどう見てもドグソ。終わった。オフないわ。全く言い訳期間ファールしたな。 W もうええで。試合壊れてるやん。まだ10分食ってないという現実を直視できないよ。センターラインあんな豪快に超えて裏見てないってある。押し込まれ続ける気配しかせんな。単行スコア超えあるかも。14分エウベルを内側から追い越した鍋香のクロスからコータが打つもディフェンスに止められてしまう。コネ、コータ、鍋いいぞ。水沼ええやん。触ってなかったらポストだったな。今の触んなきゃ入ってたな。シンプルにパスしてっていいな。枠行ってた。ポスト当たって入ってたな。これ神クリアン。京都スレの反応。触ってなかったら入ってたな。ナイスか猫。1点は取れる可能性あるが失点しないで終えるのがかなり難しそうだな。ほぼ1試合通してマリノス相手に1人少ない状況で戦うのか。これ他の選手にもかなり負担かかるぞ。おまけにオモババだし。というか去年マリノスが退場したのをボコボコにしただけで何人もあのマリノスを圧倒できたとかいう意味不明な勘違いコメントしまくってたのがもうフラグだったよな。22分コータのフリーキックからエドゥアルドがヘディングで打つも枠を外れてしまう。オスイコネオスイまた決定力問題が。 W オスイが決めて欲しかった。エグ決めきって爽やかな試合が見たい。前半で決めて欲しいんだが。センターバック全然点取らない。京都スレの反応。アップねえ。これもドフリー。全然点取れる匂いはするな。問題は失点の香りがその3倍するということだけ。27分鍋香がボールを奪いビッグチャンスもロペスへのパスはずれてしまう。打てよう。もったいねえよ。なんでだよ。 WWWWW 今のは決めてくれ。逆に嫌な予感してくるわ。ありえねえ。あらフラグ立ってきたな。こんなことしてると追いつかれるぞ。早い先生と退場でだれてきたな。京都スレの反応。 WWWWWJW ワロスファーラー。正直あれで得点できないマリに笑っちまったよ。 W 一人少ないのに何マリノス相手にうまくやろうとしてタンダーホか。33分エウベルのクロスをバーで受けたコータが折り返しロペスが決める。きたきたアンロペきたよし、これだよこれ。ロペス完璧。コータ最高やん。素晴らしい。よくパスした。やっときた。これは水沼っぽい。きたエウベル素晴らしい。やっぱコータゴール前では仕事できるね。こんな形キャンプで見たな。こうだよこれこれ。水沼すげえ。すいませんでした。よく打たずにロペスに戻した。コータ偉い。これを待っていた。よすよす水沼なんやかんや言ってワンゴールワンアシスト。危険なスコアきたおっしゃー。コータは1得点1アシストか。やっぱ最後の精度は高いな。これはいいパス。コータからアンロペへの恩返しゴール。左右に振って仕留める。完璧だわ。ロペスにっこりで草。ロペスすげえアピールしてた。 WW 水沼の打つと見せかけての折り返しは最高。絶対的エースアンデルソン・ロペス。ドックス内でこれができるのがコータだな。水沼大活躍やん。 WWW 靴にキスって上機嫌だな。エウベルがあそこで仕掛けて剥がせるとやっぱ違いが出るな。2ゴールともクロスとポジショニングが全て。よし勝った。
たは、風呂入ってくる。アンロペ今日こそ、ハッとしてくれな。ゴール前のクオリティ出せる選手なんだな。水沼はね、それ以外も良くなるといいな。水沼ペナルティエリア内で、冷静なのが良いところ。京都スレの反応。終わった。もう帰ろかな。冷静すぎんだろ。さすがに勝負ありか。さすがに終わったな。お疲れ様。お疲れさん、現地は、もう帰っていいぞ。マリノスおめ、このまま13点取ってくれていいぞ。5失点までなら許す。それ以上は、もう見ない。あと1時間も、何すうねん。38分ミドルを打たれるも、ポープが触ってバー直撃。ヒバーさん、寝返ったバーさんが戻ってきた。触ってたのか、素晴らしいな、本当に。ポープ素晴らしいセーブ。ポープやべえな。ポープじゃなかったら入ってたやろ。吉郎かっけえ。ポープ神じゃん。ポープ触ってるのマジすげえ。ポープ触ってるのすげえ。一致の穴は完全に埋まったな。京都スレの反応。運もねえな。惜しいと帰らんねん。触ってたのか。41分連動したプレスでボールを奪った鍋甲からパスを受けた上中が切り返しから打つもディフェンスに止められてしまう。朝日頼むよ。コネ、上中、上中、コネか。上中いいよ。決めろ上中。上中決めてくれ。朝日あそこだけなんだよな。決められたら頼れる存在になれる。決めたかったリンクマンなだけじゃダメ。京都スレの反応。パスのズレが多いうよな。焦り、次なんよ。W、一人少ないにしても、パスひどすぎる。今日は、全員プレゼントパスしてるな。45分失点してしまう。ああ、たかや簡単なロストするなあって。安い失点だぜ、疲れてんなあ。何しとん、なあにやってんだ。ある意味必然。情けないプレーが続いていたからな。試合運びベタすぎんか W。まあエグのスライディングが当たらなくてよかったかも。早めに、退場者出て緩みすぎ。プロ初ゴールプレゼンター。京都スレの反応。うおー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 。くさ。www、あ、気がいなくなって、やけくそになってて笑う。初ゴールおめでとう。なんか全然いけそうな試合。前半で追いついとけ。里日々完全に、暴走モードでわろたま、一矢報いたので、そろそろスタから帰るわ。48分コーナーキックから、失点してしまう。ああ、ひでえ。まあ、こうなるやね。マジで何やってんの？ほら追いつかれらろう。決めるべきもの決めないから、吉郎よく触ったんだけどな。なんかポープかわいそうだな。ポープは一つ目よく守ったよ。ヒューメルは雷落とせるタイプの監督なのかな。京都スレの反応。マジこれ？草。どないなトーンデン W。お通夜からのこの満足感の前半なんやこの試合。コーナーキックから一人少ない相手にカウンターされてるチームはサンガかマリノスしか見ない。川崎、これはお前らに退場させられたアピアタウヤの分。マリ、アピはてめえが王者横浜マリノスに勝つなんて何年ぶりや。52分松健のスローインから木田と上中がつなぎロペスがヘッドで決める。来た、ピコーン来た、来た、あらららららら、来たで、ロペ来た、うおーおーおー、唐突に来た、ロペちゃん来た、あらららら、ロペスサンキュー、アンロペ来た、あらら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 、頼れるのはロペスだけか。頭でトン、ロペスさすがや、よかった、あらららら、よく決めたのは、これでいい、これこれ、なんか来た、ロッペのレスポンスは弱、来た、これぞエース、うおーとおーとおー、上中素晴らしい、アンロペらしいゴールだのは、実質木田さん。木田さんアシストのアシストだ。君は木田さんの天才的なプレーを見たか。スローインから落としたの誰だ、うますぎ。起点は木田さんの神パス。これシュートミスだろ、その前 W。 なんだかんだ結局ロペス。おしゃれ木田さん。やっぱ上ロペ併用は良いな。超反応。松健のスローインもやっぱいいわ。これ何気にちゃんとコース狙うの難しいよな。よく決めた。ハットトリックしろ。上中はシュートだろうけど良いアシストになった。チームが情けない時には働くロペス気合入れろってことさ。練習してる形なのかな。松原のスローインは半端なくうまいよな。何が違うんだろう。やっぱりアンロペなんよ。よくコントロールシュート打てたな。しょうもない試合を勝ちにしてくれるのがエース。ここでちょっと落ち着いて現実的なサッカーやってみようぜ。アンロペはチームを引っ張ってるよな。京都スレの反応。早速終わってくさ。さすがに終戦か。今のは相手がすごすぎるわ。これはどうしようもない。アンロペクラスの外国人取ってきて。これはちょい厳しいな。スローインで点取れるの、うちと1000倍レベルが違うな。うちにとってスローインはただの休憩扱いで、戦略として何も考えてないし、シュートミスによく合わせられたな。アンデルソン・ロペス。64分飛び出したポープがドグソで退場してしまう。ああ、吉郎キムチか。ああ、もうめちゃくちゃだよ。うわあ、やっちまった。なんでこうなるの。ポープいらっしゃいませ。カウンターのやられ方がマジでひどい。だからなんでこんなカウンター食らうような前がかりになるんだ。これ、ファールか？イニシエートじゃない？むしろ後ろから足掛けられてないか W。みんな判断力おかしい。ターンオーバーするべきだった。これはちゃんと映像見て判断してほしいのは、あら接触はあるからそのままだな。あ、かかとが当たったのか。かかってはいる。ポープが走ったら後ろ足に引っかかりに来た。オンフィールドレビューしないの？ドンマイポープ。京都スレの反応。もうめちゃくちゃでくさ。ほんまにたもん同士やな W。P、K、T、A は。
これファウルか、いや、微妙だな WW、これダイブだな W、シミュレーション気味ちゃうか、別に倒してなくね、怪しい当たり方はしとるな W、微妙だな W、むしろ踏んでないか W、キーパー避けようとはしてるけど引っかかったな状況としては、ドグソだが、当たり屋でも、ネットください。ホープは当たらんように避けてくれたように見えたけどな、67分白坂がマリノス初出場、しょうがない白坂ついにデビューか、頼むぞブーマ、白坂 J1 初か、やばいな、白坂公式戦デビューか、白坂2022年以来の公式戦か、白坂お前がやれ、次節もお前しかいない、コータがゴールキーパーにならずに、白坂と交代か、白坂楽しみやん、白坂覚醒しろ、白坂いきなり厳しい局面だけど頑張れ、白坂頼むぞ、しげさんの練習を思い出せ、白坂はチャンスだから頑張れ、白坂結構声出してるね、京都スレの反応、白坂か、立命館にいただ、白坂の実力どんなもんなんだろ、84分ゴール前で奪われて、ピンチも相手のシュートは枠外、危ねえ、白坂サンキュー、おいー、頼むで上島、うわー、心臓止まった、やべえ、上島、終わったかと思った、初物じゃなくてよかった、上島俺に嫁紹介しろ、いや、よく外してくれたよ、白坂ナイス上地削らなくてよかった、高卒ルーキーがすでに点取ってくれてて助かった W、おいおい、上島楽しませてくれるなよ、いつ同点逆転になってもおかしくないようなプレーの連続、マジで助かった、全員集中しろよマジで、疲れで頭が回ってないよな、京都スレの反応、おい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 、いや決めろ、おおトゥーリオドフリーや、受け、パラディフェンダーもいたし焦ったか、90分アディショナルタイムは8分、ファーチフーン、8分、ハブーン、まあですよね長いよね、8分投げ、8分で終わるとは思えない、8分あったら4回くらい決定機作られそう、守りきれるか、8分あったら10回はカウンパーくらいそう、93分カトレンがクレバーに時計の針を進める、カトレンナイス、屈強のカトーレン、カトーレンゲーナ、いいぞレン、カトーレンやりよる、カトーレン素晴らしい、カトースタメンでもよかった、カトーレンすげえ早かった、うまい、希望はカトレン、京都スレの反応、と一足寄せ WWWW、やっぱゴールキーパー退場で冷えちゃったな W、と一が遅いんじゃなくカトーレンがめちゃくちゃ速い選手のはず、試合終了3対2で勝利、勝ったどう、勝つのって大変だな、終わった、やっと勝った、よしなんとか勝った、ああよかった、よしよしなぜか勝った、助かった、前半10分の展開からなんてこうなるんだよ、カトーレン落ち着かせた、切り勝てた、勝てばよかろうみんな、リフレッシュしてくれ、まさかこんなひりつく試合になるとは、前半15分あたりの頃は思いもしなかった。勝てばよかろう時代に逆戻りだな。最後白坂蹴ってなんと無事勝利今日は、ケニーでなんとか耐えた白坂次の試合含めて頑張ろう。カトーレンとかいう精神安定剤、もうなんなんだよ不器用すぎるだろ。なんとか逃げ切ったって感じだな、ゆっくり休んでくれ。負けに等しい勝ち、エンターテイメント性満載なサッカーでした。勝ったけど、京都の選手たちスタミナあったな。カトレンがいてよかった。なんとか勝った白坂ほんとサンキューだわ。白坂落ち着いててよかった。ホープの分も頼む。ACL も突破したし、今日も勝ったから全部許す。急な登場でも白坂は落ち着いててよかった。あとはうちの基本となった飛び出しができるかどうかでも、ゴールキーパーのコーチ優秀なのが揃ってるから大丈夫かな。白坂は鹿児島ユナイテッドで正ゴールキーパーやってた時に見てたけど、ほぼシーズン通して安定して、棚データでも出てるはず。今日も悪くなかった選択肢として考えてほしい。ホープがファールしないで点取られてたら負けてたよな。ディフェンス陣よく耐えたけど、よく耐える展開になっちゃダメなんだよな。なんだかんだ言ってアンロペは得点取るよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。